はい、こんにちは。トップガントイックです。えー、今日ね、4月17、土曜日の夜に撮ってます。まあ、約ね、トイックまで1週間ですけども。まあ、こうなってくるとね、まあ、当然、まあ、あのー、勉強も大事なんですけど、まあ、やっぱりスケジューリングっていうのは大事になりますね。あのー、まあ、1週間どういうふうに過ごすかっていうことですね。で、まず言いたいのは、やっぱりできるだけもうプライベートにお手は入れないっていうことですよね。 まあ今ね、コロナで不要不急道路って言われてますけど、まあ特に大都市なんかはね、えー、飲食店8時までみたいになってますけど、まあ、あのー、まあこれをいい機会にして、もう飲み会、まあ特にお酒ね、もうお酒はやっぱりもう本気であげたいんだったら、もうこの1週間はね、もう絶対に経つべきです。はい。 で、あとはね、ちょっと寒くもなってきてますから、油断して風邪ひいたりするとね、やっぱり勉強できる時間減りますから、まあそのあたりですよね。まあここに書いておきましたが、睡眠とか食生活とかね、まああとお酒は厳禁ということですね。まあ、あと私は前日、まあ今回は24日になりますけど、前日はね、必ずジムに行くようにしてます。あとやっぱりね、前日に何食べるかっていうのも重要だと思いますよね。特にあの、試験が午前の日、午前の人はやっぱりね、 夜遅くまで、夜遅くにもたれるものを食べたりするとね、やっぱり結構、あの、影響が出るかなと思いますので、やっぱりね、ここまで気を使ってほしいです。本気であげたい人はね。で、まあ私よく社会人の人にね、面と向かって行ったりするんですよ。社会人は甘いと。ね。だから社会人の人で、こういうことがしっかりできてる人どのぐらいいるのかなと思いますね。まああの結構ね、あの、やっぱり平気で飲みに行ったりね、 寝不足のまま受けたりとか、結構そういう方多いと思うんですよね。まあそれでね、点数が下がってショックだったとかね、結構平気にいってしまう人いるんですけど、まあやっぱり私からすると全然甘いなと思ってます。まあ、やっぱりここまできっちりやって、しっかりね、勉強した上で、まあ下がったってなればショックかもしれないですけど。はい。ということですね。まあ,あの仮にね、25日を思う ような点数が取れなかったとしても、やっぱりこういった睡眠とかね、こういうのをきっちりした上で、しかも対策をした上で取れなかったんであれば、やっぱり改善点がは見えてくるはずなのでね、やっぱり全力を尽くしてやっていただきたいと思います。はい。頑張ってくださいね。失礼します。